アルベド。アインズ様の寝室で何をしているのかね。アインズ様がお戻りになった時に私の香りで包んで差し上げようかと思って。アインズ様はアンデッドだから睡眠は不要では。まあほどほどにね。どういう意味なのかわからないけど、わかったわね、アインズ様。それは抱き枕ですか。ええ、自作よ。他にも将来生まれてくるであろう私たちの赤ん坊のために靴下や服を編んでいるの。もう5歳までの分は作ったわ。男の子でも女の子でも問題ない。両性とか無性とかでしたらどうしましょう。どうも思考の御方々は少年には少女の格好をさせるみたいですよ。まあそれはいいことを聞いたわ。ありがとうデミウルゴス。デザインを考えなくちゃ。どういたしまして。